ナンバー37番、ジェフリースがドライブしますミノルタトヨタスープラターボなんですが、序盤でね、はい、何しろ第1コーナーで長谷見スカイラインと接触をしてしまいまして、遅れたと思ったんですが随分上がってきました。そうですね、現在6番手のタイムを出して6番手を走っています37番のミノルタトヨタスープラターボ、ご覧のように車載カメラからですけれども、高橋さんちょっと解説してもらえますか。そうですね、これはどこのコーナーなんですかね。今 300R から 300R、はい、B コーナーに向かうところですね、はい、B コーナーですね、はい、今 B コーナーに入ったところです。あ、そうですね、B コーナー今これおそらく3速にシフトアップして最終コーナーに向けてこれアクセル全開ですね、うん、今4速に入ったんじゃないでしょうか。あのこの辺このグループ A ですとこの辺はもうアクセルはもう本当に全開で、大したあのそのテクニック上難しいことはないと思います。そうですか、はい、これから第1コーナーまでは一休みという間ですね。およそ 1500m ありますこのストレート、最高スピードというのもね本当に相当のものが出ているんだと思いますが、どうでしょう、シアラあたりは 300km 近く出ているんじゃないですかね。そうでしょうね、優に 300km は出ているんではないかと思いますが、そういったシエラ君とを追いかけます37番、このミノルタトヨタスープラターボは現在5番手につけています。5番手につけてトップグループを追いかけているということです。ジェフ・リース選手のドライビングを車載カメラでご覧いただいております。これからヘアピンにかかるところです。高原さんいかがですか、ドライビング。非常に安定してますね。そうですか、安定してますのと、それからもうあの先ほど申し上げましたようにね、マシンを持たせる方向でドライブしてますね、はい、そうですか。現在90周目トップをいっておりますシエラは走っておりますけれども、ご覧いただいておりますこのカーナンバー37番ディース選手12番手、総合12番手を今走っ